ごめんなさい、なんもないです。なんもなかった。夏目さん釣ろ。夏目さん釣ろ。夏目さん釣ります。まずガチ。よし、レッツゴー。 Listen to my heartbeat, say it for you. Listen to my heartbeat. 青木緑、ウィンス。青木緑、オレンジ黒。超白い、そのボタン。怖いんで。もうホワイトニングじゃないですか。ホワイトニング。ホワイトニングボタン。ホワイトニングボタン。いや、藤宮さん、8で、クルーで、2でインポスターで見ますね。お、すごい、5から変わった。9で見てくださいよ、9で。いや、8ですね。いや、8がギリなんですか。白取りに行ってるインポスターで、2で見ます。まあ、そうですね。僕、0-10でインポスターと思うんで、投票します。投票しました。はーい。しゃねーな。まあ、特に怪しい人見なかったなら、まあ、それはそれで、うん、藤宮さんのおかげで。そうですね、藤宮さんナイスです。停電一番怖いからね、マジで。うんうんうん、確かに誰も来なくてびっくりしたんですけど、停電のとこ船も怖い。ちょい遅めでしたね、確かに。いつもみんな遅かったような気がする。アドミンでカードリードは3回も失敗した。よし、ちょっと今のうちちゃんとクルーメイトのパッション出せるでしょ。クルーメイトのパッションってことは、じゃあインポスターだからってことですか、それは。おーおーおーあー、これはもう釣るしかねえな。ショウスケさんボタン押してください。ショウスケさんボタン押してもらって、もうショウスケさん釣りましょう。これいらねえ、このボタン。僕はクルーメイトなんです。特に喋ることもないですかね。そうですね、はい、一応もう一回確認ですけど、停電直したのはアルトさんになってますよね。あ、アルトです。その後はタスクやってたんで見てないですけど、誰か入ってきてたんだったら分かんないです。僕とアベリーさんが入っていきますね。了解です。はい、じゃあスキップ入れます。はい、はい。インポスターの方、カメラ見とくんで注意してください。クルーメイトのパッションね、よく覚えておこう。クルーメイトのパッション出しちゃうよ、本当に。覚えとこう。オレンジ、水色、緑かな。オレンジ、ピンク。緑、緑、オレンジ、ピンク。これはセキュリティで死んでる気がする。何が？ごめんなさい、なんもないです。なんもなかった。夏目さん釣ろ。夏目さん釣ろ。夏目さん釣ります。まずガチ。ガチ。あのね、僕ね、コミュニケーションあったじゃないですか。はい、で、多分アドミン情報かセキュリティ見られたくないんじゃないかなと思って、左下予想で、ウェポンから、左行ったんですよ。アベテリア通って。だったら、なぜか、夏目さんが上の方からニョキって出てきて、もうずっとすぐ引きました。一歩も動いてない。カベテリアから。ちなみに中央の上です。中央の上に行くっていうのはちょっと、なんでかなって。聞いてください、聞いてください。自分はもう停電時に、もう最初に停電起きるなって思ったら、もうカベテリアから動かずに自分の命を優先します。停電じゃなかったっすよ、別に今の。停電とか、停電が起きるなって思ったらです。停電が起きるなって思ったら、コミュニケーションサボタージュですけど、今の。いや、本当に死んで、本当に。ちょっと待ってください。これなんで、夏目先生がなんか黒寄りみたいになってるんですか？いや、完全に、だって僕の方に近づいて、やっぱやめとこうみたいな動きが、画面端でチラッと見たんですよ。そんなことじゃない。いや、なんで引き返したんですか、じゃあ。引き返してないもん。いや、引き返した。カベテリア上から、左の方向に降りてきて、チュッって戻っていったよ。センターの夏目先生でペアでいいじゃん。いや、もう、追放。だってさ、待って、聞いて。だってさ、夏目さんは、だってさ、嫌だって言いましたね、今、ペア。だってさ、白だったらさ、お互いさ、白照明できるはずじゃん。俺は夏目さんの投票しました。先端釣りたいみたいなさ、
全田さん釣りたそうだ。え、僕が苦労でどういう聞かせ方。あ、いや、もういいよ。入るじゃん。じゃあペアね。ペアね。ペアね。これはペアするペアね。ペアね。絶対僕死ぬからね。いや、先端。まあまあ釣らなくていいけど。今日パッション強め。白の可能性もあるからね。いや、ここは最後だな。いやだよ、いやだよ。行かないよ。いやだね。行きません。はい。はい。はい、はい、アベレージ発見しました。コミュニケーションのタスク見守ってて終わったんで怖いなと思ってカフェテリアエマージェンシーコールをしに行こうとしたら、アドミンの入り口にケンキさんの死体がありました。入り口、うん、入り口、はい、アドミンの入り口、うん、アドミン僕一回も行ってないです。今回僕も行ってないですね。一回行きましたけどその時はなかったな。どんくらいですか、アルトさんに行かれたタイミング。僕行った時はエレクトリカルにみんながごちゃって集まったタイミングのちょっと前です。ああ、前でコミュニケーションサボタージュが入る直前にエレクトリカルに僕一回行ってるので最初の前ですね。他ありますかね。ケンキさん見てないです。ケンキさん俺ストレージであすれ違ったけどあれどこ行ったかな。しょぼすけさんってコミュニケーションの前でうろうろしてたと思うんですけど、その前ってどっから来ました。僕そのディレクターになった時にシールド経由で、ストレージ行ってエレクトリカルのとこになりやんだから、うん、そのままエレクトリカル入ってタスクやってました最初に。だから僕、うん、エレクトリカルのごちゃっとする時に一番最初に、まあ、カスターさんコミュニケーションサボタージュ直す前ってどこにいました。あ、ストレージですね。俺ストレージでタスク一番最初でしたもんね。カスターさんが入ってきたの、うん、その時ケンキさん左行った気がするんだけど違うかな。上行ったのか。左はすれ違ってないっすね。あ、じゃあ上か。僕左から来てるんで。夏目さんと先端さんお互いで白証明。そろそろ先端さん仲直りしないですか。いやもう夏目さん投票した。いや本当にさ、ちょっとさ、先端さん自分のタスクついてきて、自分の先端さんと夏目さん。いやあのね、決定打があって、あの今ロアエンジン飛べてしまったんですよ。でロアエンジンの左下にタスクやり行ったにもかかわらず、もう一回ロアエンジンの下に行きたそうな素振りしてたから。違う、終わってなんか矢印出てたの。本当に途中でばらけてたように見えたんですけど。いやばらけ、ばらけてはない。ばらけてはない。アベレス見通し。なるほど。僕のタスク一生進まねえ。ボタンか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、す。はい、あっさっさ。ちょっと詰めようと思えば詰めれそうなので、はい、誰を詰めたいんですか。夏目先生とセンターも、センターの方が僕は白寄りで見てるから、もう夏目先生は釣りでいいと思うので、私もセンターは釣っていいと思ってます。どっかで釣っていいと思うんですけど、まあ、あの花さんとこ、花さんとこもう一旦置いといて、僕と夏目さんはそれを見てたのがアルト、アベレージ、藤宮さんも近くにいたかな。最初アベレージ、サントスさんいました。これすみません、アルトさん何の時？あ、コムズサボタージュの時です。あ、さっきの、ね、コミュニケーション、あの最後、はい、たどり着きそうで終わったんで、うん、入りきれてないです私。閉じ込められたんですよ。閉じ込められた。はい、そうだ。入りなかったです私。ストレージしまいりましたね。ストレージしまったん でそのタイミングでアルトと藤宮さん右の方に行ってるんですけど。うん。
トリッピーとか見てない気がするんだけど、トリッピーエレクトリカル行った？エレクトリカル行って、給油じゃなくてエレクトリカル行ってる、で、コミュニケーションになる、まあでもいいかと思って、藤宮さんはいた。一番最後に出たのが俺、二番目に出たのが藤宮さんで、俺は、ストレージの方向かおうとしたら、そこで扉が閉まって、閉じ込められてた。藤宮さん、ナビゲーションいたんだよな、最後。そうですね、行きました。そのまま。だから多分それ見てるの藤宮さんじゃないかもよ。え、青だったけど、違うか。藤宮さんに聞いてみれば。あ、僕最初にいたけどね。しょぼすけさんが最初に出て、最初にいたのは僕ですよ。ね、藤宮覚えてるか分かんないけど、コミュニケーションになったタイミングで俺と藤宮さんだけ最後までタスクしてるの覚えてる？うん、ちょっと覚えてないですけど、まあ、エレクトリカルにいたような気がする、うん、俺ずっとエレクトリカル上3つあったから、俺はずっとエレクトリカルだな。サントス、トリッピー、しょぼすけさんのどっちかな、まあ、どこかな。入れて投票、入れて投票。毎回自分の命が危ない。本当に。ちなみに僕入れてないよ今回。今回入れてないです。アベレス見とします。二人。はい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 、見ましたね、はい、僕アルトさん最後。あ、見ました見ました。え、ごめんなさい、私最終位置。先場所先場所先場所、はい、アドミンのみんなの場所見る場所で死んでました。あ、なるほどなるほど。あ、すいません、最後15秒くらいは上ポンでチュンチュンやってたので、そこにはいなかったですし、下から向かう時にも私もすれ違ってないですね。で、上ポンからアドミンに行った時に殺されたってことですかね。かな、まあ、あ、でも黒か、あ、いや、一人すれ違ったかな、ごめんなさい。まあ、少なくても最後に上ポンにはなかった、失礼しました。はい、15秒は。弁当近いんで、弁当の可能性も考えてもいいと思うけど。白から出す？そうですね。藤宮さんはエレクトリカルにいて、トリッピーさんもいて、左に流れてって。あ、いた、思いました。ショボスケさんとトリッピーさん左行きます、ね。左行った。俺とショボスケさんは左行って、はい、上で、ね、アッパーエンジナー編の左回りで、そのセンタンと夏目さんに会った。じゃあ5人白か。で、私リジェクト来たしか、アベレージさんも出てったので、多分違うんじゃないかなって見えて。あ、でも分かんない。サントスさん目線詰まっちゃってるけど、カスターさんのセルフレポートしかないですけど。うん、カスターさんのセルフレポートしかなくなっちゃう。サントスさんってさ、本当にアベレージさん見た？あ、部屋出るとき見ました。アドミンか出るとき見たんですけど、その後はあれですけれども、はい、出て、あ、でも分かんない。私その後上ポン行ってずっとチュンチュンしてたので、アドミンですよね、やられたの。アドミンです。うん、アドミン、間違いない。待って、黒すれ、ないや、でも誰かすれ違った気もする。黒とすれ違ったのかな。ちょ、スキップ頼む、スキップ。私押します。僕入れてないよ。スキップ入れた。これさ、絶対二郎がさ、入れてんでしょ、絶対今。いや、自投票でしょ、自投票でしょ。自投票じゃない。自投票でしょ。もう、ち。もう、ち。今停電直したのは誰ですか？はい、あ、トリッピーです。めちゃくちゃ遅い。誰もいなかった。今、アベレージさんがエレクトリカルいたと思うんですけど。はい。あれは。あ、後から来ました。ん？え、後からは？ん？そ、どういうことだ？最初のさ、容疑者って誰でしたっけ？人気さん。殺害。人気さん。4人じゃなかったでしたっけ？ね、健一さん殺害にはトリッピーもいた。トリッピーさん。トリッピーと。と僕、ショボスケさんと、ショボスケとトリッピーと、うんうん、あと誰だ、カスターさんは無理だった。俺は、ケンキさん切るときはストレージから、俺コミュニケーションのあれ最初、一番最初にたどり着いてるから無理ですね。
セルフレポートアビレイジさんも。そうですね。あ、そのケンキさんのキルはですか。そうです、はい、ハントさんは白照明できてんだっけ。私も確かグレーだった。自分で言うのもあれですけど、あの白の照明されてなかったです。はい、あ、じゃあ、はい、ロラでいいんじゃないですか。アペリスさん、サントスさんのどういかがですか。でその後の夏目さんつったら終わるんで。ねえ、ほんとに。はい、そう。じゃあいいよ。ごめんなさい、ロラさん。ごめんなさい、ね、センターさん、センターさん単純に今のが理解できなかったんですけど、他が全部白が出てるからってこと。ショボスケさんのセルフレポートはなければ、ウェレッジさんとサントさんを釣っときゃ丸いって話でしょ、今。うん、あ、どっちかが釣れるってこと。ううこと、でも、ま、これ、殺人どっちも別なんでしたっけ。なんでサントさん視点でさ、ウェレッジさんもあるわけじゃん。うん、アベリーさんはあると思って、あ、そうか、だから、だったら、ドラの。もうどっちかに入れてください。アベリーさんかサントスさんの。サントスさんに入れた。うん、まあ、多分サントスさん、今の意見あれだよ。センターは、夏目さんとずっと一緒に行動してて、2キロ凝ってるから、1人の人狼で、2つを合わせたみたいな感じじゃないですか。そうそうそう。あー、そういうこと。すいません、あの、アベリーさんボタン押せます、ね、はい、あの、残りの人にお任せします。残りの人の。はい、押しました。はい、ありがとうございます。で、ローラーなんすか、これ。アメリさん、誰が怪しいと思います。じゃあ、今の。僕目線ですか。アルトさんキル。アルトさんキルですか。はい。夏目先生とセンターさんは一緒にいたんでしたっけ。一緒にいた。で、うん、無理なんですよね。で、トリッピーとショボスケさんも左側行った。無理ですね。で、藤宮さんはエレクトリカルにいたんで、俺が見つける前にエレクトリカルに行って、そうですね、カスターさんの後ろに。アベレージさん視点では絶対落ちてるから、うん、まあ、ロラを飲んでも、まあ、ラスト一郎の先端が残ってるって話。一郎、おかしいよね、その視点は。僕はセンターさんからクルーメイトのパッションを感じますよ。いや、冗談。ね、まあ、アベレージさん釣ろうじゃん、もう。これ一応人狼側が2人結託してるとかってないんですか。位置を一緒にずらしてるみたいな。まあ、あるとしたら夏目先端ぐらい。 でも夏目の僕アッパーエンジンで見てるんで、アルトキルは多分、うん、多分できない。ああ、まあそっか、ここに色だったらキルが不可解になっちゃう、ね、全然釣ってもらっていいんですけど、まあ、多分釣るか。あれ夏目先端か、ショボスケさんの位置が不明瞭だから。僕の位置はトリッピーさん。そうそうそう、だから二郎あるなら全然。ケンキキルも無理、ケンキさんキルも無理。自分カフェテリアずっといたもん、と本当に。だからなんでずっといたのっていう話じゃ、うん、だからずっといたかったの。ちょっと停電が起こると思う。それで弁当行けんじゃないんですか。ちなみに無理無理無理、もうずっといた、上の方にいたもん。上の方に夏目さんがカフェテリアの左上に行くのは見ました。だから隅っこが好きなんですよ。はい、それインキャッチいますよ僕。じゃあもうアベレージさん入れたから、もう何も考えてないけど、アベレージさん釣っとけば先端さんが言うには悪いんでしょ。まあ、先端さん釣った時点でね、うん、ここでアベレージさんストップする。ああ、まあそうだな、そうだ、確かにそうですね。もうどっちかにいるって思ってやりましょうよ。ボタンもう一回しましょう。押す押す押す。ボタンもう一回押すんですか。押す。終わるんかい。押せないって。いやー、ごめんなさい、サントスさん。いや、ごめんなさい、いや、僕がめっちゃ崩壊してた。バレた。いやいや、ごめんなさい。私も終わった。これ何？アルト、アルト殺害の時確かにいたのこの二人なんですよ。そう。なるほど。これ何？あ、だからやるとしたら。あれだ。センターの夏目さんのやつは間違ってたってこと？間違ってない。あ、そうなんだ。何やってんだこいつらみたいな。本当にだけなんすか。インポスターして何やってんだこいつらってやつだ。いや、これごめんなさい、ゲーム中に言うのね、あれかなと思ったんですけど、自分アイトラッキングわかりますか。じゃアイトラッキングの今実装してて、配信で、ちょでテストなんか設定してたら、そうずっとカフェテリアに行っちゃって、ちょっとこれどうしようみたいな感じでしょ。いや、それはもう配信中に設定する人が悪いでしょ。悪いです、うん、あれ。まあ申し訳ないです。いや、でもなんか引き返してたからな、でも上から来て。あれは先端さんいたから、ちょっと追いかけてみようぜみたいな。いや、それじゃあもう何の言い訳もできないじゃん。発想がインポスターだわ。あれですね、もしやるとしたら、なんかあれだったかもしれない。
なんかアルトサンスガイをサントスアベレージでお互い白出しし合うぐらいですが、私もちょっと気が利かなくてあれだったんですけども、いやーごめんなさい。てかあれなんですね、ケンキさんそのアドミンでサントさんうまく殺してくださったんですけど、あの自分でカフェテリア閉めちゃって、でそのまま上行こうとしたら、あそう見つけて、そう、そう見つけちゃっていやもうどうしようと思って、そう、なるほど。ちなみに夏目さんにずっと2本入れたの誰なんですか、はい、いや、最後は別々ですよ。いや、別々。別々別々、ちなみに私、ベタリ入れなかったりしたんで、なんか本当に二郎じゃない人入れてまし。2日目か3日目かの時、1回だけちょっと冗談半分で入れて。おぉ、ほんとごめんなさい、ごめんなさい。マジで、まあ、面白かったけど、ほんと。いやー、